すでに倒れていますので、最後まで落ちていただけるのではないかと思います。それでは木村園さん、準備はよろしいですか？もう少しかかりますか？ちなみに木村園さんは、提灯を持っている男でもいれば、うちわを持っている方もいれば、数少ない扇子というものを持っている踊り手さんもいますので、それぞれがどんな演技をするかというのを見て楽しんでいただければというふうにも思います。それでは、大体準備ができたかなというふうに思いますので、大丈夫ですか？じゃあ木村園さん、お願いします。俺もなんかあそこで来た出てきたら、音が聞こえたけど、それもなんか呼ばれたから。